え、マスクが寿命を縮めるっていうことをね、言い始めました。研究者の人たちがね。どういうことかっていうと、マスクをつけてるだけで、約3割近い酸素供給量が減るんです。そうすると、何が起こるんだ。その上にマスクをつけてる人の口の周り、マスクでカバーしてるところの周りは全部ダニがいます。で、顔の周りで荒れてる人いるじゃないですか。そういう人はみんなダニなんですよ。触っちゃうのよって。汚いんだよ。めちゃくちゃ不衛生だから。もう一回見直してみるっていうことが必要。なぜかって言ったら、まずね、水道水が信用できなくなったんですよ。防毒マスクをつけて入れてんですよ。それ飲めって言うんだよ。その上に塩素の量をまた増やしました。緩和しました。そして農薬の種類も量も緩和しました。なんで？それだけ汚染をされたってことですよ。水の汚染はどんどん進んでいって、実際に皆さんが水道水としてお使いになっている時には、汚れは取ってありますよ。凝集沈殿剤とろ過でね。しかし、農薬は取れません。化学物質も取れません。重金属も取れません。それを生活に使うわけでしょ？塩素がどれだけ怖いか。水道水は農薬と塩素だらけです。使えるの？ってことです。世界の通貨が209カ国の通貨があります。この209カ国の通貨がすべて評価替えがされます。今までの評価では、問題があるということで、どうして問題があるかは、皆さんが使っているお札はすべて資産担保という担保がありません。ですから日本の円も実際には資産担保がありませんので、ただの紙っぺらです。この紙っぺらの福沢諭吉を皆さんは政府に騙されて信用でもってトレードしてるわけですね。で、実際にはこのただの紙を価値があると信じたこと時点でこれが起こったっていうことなんですね。それが常に何を起こすかと、45年から50年周期ぐらいでですね、経済破綻を起こすんですね。それは過ぎすぎるわけですよ。発行しすぎるわけですよね。日本がそうですよね。過ぎすぎてるわけですよ。日本はどれだけ刷ってきたかっていうのは、もう皆さんご存知に国債を見ればわかるんですね。1200兆円近いお金を使ってきたわけですけども、そのお金というのは全く資産担保がありません。そのない資産担保のお金が実際には我々の生活の基礎になっちゃったわけです。ところが、これがいつも変動してしまうんですね。それが常に45年から50年ぐらいの周期で、破綻が来るわけです。そういういわゆる経済システムなわけです。で、破綻がなぜ45年から50年で来るかっていうと、要はその周期でもって皆さんが得た資産をもう一度取り上げるっていうシステムがあるわけです。どうか2023年というのは激動の年になることは間違いありません。皆さんの心づもりをしててほしいというふうに思いますし、大事なことはね、正しい情報を得ることです。これから何が起きるかって言った時にね、正しい情報を持ってないとパニックになりますよ。